日立小川大合戦とは、北条氏政と佐竹義重を名手とした藩法条連合の合戦である。北条氏政は、天正2年1月以来、下佐国籍や土壌の攻撃を本格化させた。上杉謙信が2月、8月と2度にわたって腰山し、救援に来たほか、佐竹義重らも北条軍の出花をくじこうと努力した。ところが、 北条軍の対応をめぐり11月下旬に謙信と吉重が対立し、決裂となる。吉重は結城春友を通じて、武田勝頼の和睦圧戦を受け入れ、謙信自身は下佐、上野、北武蔵信仰に先進することになった。謙信が佐竹氏らと決別した影響は大きく、春友は謙信と断交し北条氏と結んだほか、吉重の圧戦で、 柳田も津助も抵抗を諦め、十六日には、抵抗を諦め、十九日には解除し、佐竹義重、宇都宮広綱も、北条氏政とは牧師撤退した。天正三年六月、北条氏政は下屋国奪取を目論ろみ、北条氏寺らを下屋に侵攻させ、榎本城を攻めて落城させた。勢いに乗る北条軍は、小山秀綱の本城を攻め、陥落寸前まで追い込んだ。 この事態に危機感を覚えた吉重は、天正2年うるう11月には僕を破棄し、謙信との同盟を復活させた。謙信も小山市滅亡危機を重視し、吉重に小山卑劣な支援を要請した。一方、北条氏は天正3年8月に里見方の数笹界氏を圧迫し、正木種重や時田目寄りなどの救援を行っている。九月には、由良成重。 国重義府市がご覧田城を再興し沼田城の上杉方に備え、しばしばこれと交戦している。10月に謙信は、越山市関東に進行し由良市の支配領域を、蹂林し甚大な打撃を与えたが、由良市本拠の金山城やご覧田城などの攻略には至らなかった。それだけではなく、謙信は、下津家や武蔵に軍勢を進めることなく、 小山市や里見市を攻める北条軍を牽制することなく、越後に軍勢を11月には引き上げてしまった。その結果、12月には、小山城が落城し、秀綱は、佐竹氏の元に落ち延びることになる。落城後の天正4年2月に宇治政は宇治テルに、命じて、小山城の不信強化を行い5月には完了させた。謙信は天正4年5月に、最後の腰山を実施し、 新太、足利桐が、を蹂躙したが、北条氏の勢力を追い落とすことはできなかった。同年冬には、北条氏の攻勢に耐えきれず数笹会氏が和睦を申請し、暴走での北条氏の優位は明らかとなった。この事態を受けて、正木賢治、里見義弘、梶原正影らが相次いで謙信に、腰山を要請し、救援を請うが、応えなかった。 謙信は、本段寺、一向一揆との同盟を契機として、太陽田戦争に心血を注いでいたからである。謙信は、のと、越中の計略が一段落すれば、越山すると、佐竹氏らに返答したがその機会は訪れなかった。北条氏の北関東侵攻が順調に進捗していた、矢先の天正5年6月、結城春友が、小山秀綱の調略に応じ、謙信、 吉重と結び北条氏と敵対する騎士を鮮明にした。宇治政は直ちに、宇治てる宇治国らを派遣し潤う,う7月に、有機城を攻撃した。春友はこれに激しく抵抗するが、北条軍の先法に、城外で打ち破られ、数百人が死傷する被害を出した。北条軍の攻めは8月下旬に至っても続き、その間の8月28日には、 山川口で両軍の衝突があった。この戦闘も、北条氏優位ではあったが、春友を下すことはできなかった。それでも、宇都宮広綱が従属を申請する成果を得ることにはなった。一方、春友が北条軍に攻撃されることを知った吉重は、江本城、小山城を攻撃しようとした。その意図を察知した宇治政は、欠白攻めと並行して、 江本城の近藤綱秀のもとへ、境工事を派遣した。宇治政は工事に対して、必ず吉繁が攻めてくるであろうから備えを堅固にして、防備するよう特例している。佐竹軍は9月に下屋に進行し小山城を攻めて、北条軍の注意を下屋に向けた。10月9日から19日にかけて、宇治てる、宇治国は下屋国で、治業当て業をしているのでこの時までには吉繁は、 軍勢を退き、北条は江の下小山を確保し、佐竹は当初の目的である春友の救援は実現した。宇治てる北条宇治国らが、結城市や佐竹市と衝突している同時期、宇治政は小田原城を出陣して、江戸城に入り、関宿へ向かう途中にあった。宇治政の攻撃目標は、北関東ではなく、里見市攻略にあった。9月に、 宇治政が東和佐から北条宇治ノが西和佐に侵攻すると30日は武田豊重が従属。10月になって里見義弘は和睦を申し出るようになり宇治政の自助流樹院が義弘の着し、里見義寄に突ぎ同盟関係を築くことになる。宇治政は小田七の要請を受け七のかつての本拠で梶原正影が守る小田城の攻略に向かいつつ、 結城氏に、再び圧力をかけた上で起陣した。危機感を感じた春友は、水谷勝利氏を、宇都宮広綱のもとに派遣し、朝勝を春友の養子に迎え、北条氏と断交し、半北常連合に復帰した。宇治政はこの動きに対抗するために、天正6年1月25日に宇治政は、伊達明キ州との交渉を開始し、2月23日には、足名森高と、 佐竹京劇を約式将軍分を交換した。すでに田村清明とも名約を成立させており、足なし、田村氏と共闘して佐竹方進行を4月下旬を期日とした。佐竹方も、謙信への援軍を要請を続けており、天正6年2月10日付で関東新軍を承諾し、4月に出陣することを伝えてきた。ところが、謙信は3月13日、 病没し関東遠征も取りやめとなった。天正6年4月下旬、佐竹義重は、結城春友、那須助種と共に、北条四方の三部吉尾を攻撃を開始した。対する宇治政は、その支援を兼ねて、結城領に進軍し、5月15日から結城城、山川城を攻撃した。また、宇治政本体も、三部を救援するために、関屋土城に入城した。 これを知った吉重は、身武攻略を中断し、春友を支援すべく小山口に転身し、5月21日には、宇都宮広綱、羽形勝具、大城、助本の軍勢も加えて、有気城の東方の小川の原、28日には、小川大に婦人した。宇治政も山川陣を引き払って、有気城と山川城の間に位置する竹井、田島に、人城を築き、絹川を挟んで、 佐竹氏と退陣した。この頃に、お立の乱が発生し、この戦で、日立、下付に拘束されている宇治政は、武田勝頼に、上杉影虎への援軍を依頼している。佐竹方は、妖怪に陣取って、堅固な陣配りをし、宇治政はすぐに勝敗を決することができず、都に、時間だけが過ぎていく立場に置かれた。宇治政は、揺らくに主げ。 聖シゲルフ氏に一代の無念であると、その心中を述べている。ついに宇治政が土頭の腹に7日交代し、8日には鳴沢まで撤収した。宇治政の撤退を確認した佐竹義重らも、7月4日に三武城攻撃のため小川台を引き払い、5日に道場を攻撃し、7月中には撤退した。この戦で佐竹義重が動員した勢力は、 関東での味方勢力すべてであった。それが一等して宇治政に対抗してきた。謙信の影響力がなくなりつつあった中で、佐竹やらが互いに密接な連携を構築することによって、北条家の対抗勢力と変貌し、宇治政の関東全域両国下にあたっての対抗勢力となっていくことになる。6月中旬に吉、吉主結城春人も宇都宮広綱、 ナススケタネラは、起承文を交換し、佐竹氏を名手とした、軍事同盟を成立させた。この同盟は、以後、東方の州と呼ばれることになる。また、北条氏政本体を拘束したことで、越後出兵を実施していた、武田勝頼と氏政との関係に亀裂を生じさせ、最終的には、交渉同盟の決裂に追い込む結果をもたらした。北関東における一極地戦が、 結果的に、東国戦国史を大きく展開させる事態を生んだので、ある。ありがとうございます。